美味しくなるのかというのを検証していきたいと思います。三角形お、めっちゃ、な、なに、めっちゃうまいっすよね。うん、昆布に挟むだけでこんなに美味しくなっちゃうの。すごいっすね、こんな変わります。皆さんこんばんは、富山のタレント佐田有沙です。富山のセイバー、今日の動画のテーマは何でも昆布締めにすれば美味しくなるのか説。富山といえば皆さん昆布ですよね。今回はこの昆布を使ってどんな食材を挟んでも美味しくなるのかというのを検証していきたいと思います。ではまず何を挟んでいくのか、食材をご紹介したいと思います。まずはこちら、サーモンとブリとタイ、まあ、これは普通に美味しくなりますよね。そして、あ、魚介類はこれで終了なんだね。あ、これがあるわ、ベニズワイガニ、海産物だし、これはまだいけそうな気がします。そして肉、カモで、野菜類、野菜はね、美味しくなる、野菜はわかる。ただ、ちょっと待って、アボカドはどうかわかんないわ。だって人参、それから、あ、美味しそう、アスパラガス、ね、果物どうかな、でもまだ食べれなくはないんじゃないかな。で、これチーズ、意外といけるんじゃないかなってちょっと思うんですね。こんなのもある、こんにゃくで、未知の領域ですね。クラッカーはまあ、ふにゃふにゃになるだろうな、まあ、でもまだそこまで味の主張がないから、こいつはまだいけると思います。で、グミ、しかもハリボーグミ、これは絶対そのまま食べた方が美味しいやつですね。個人的には一番気になるチョコレートチョコレートの昆布締め、後ほど食べてみてその時にまた感想とかは言っていきたいと思いますが、今回はこの食材を挟んでいきたいと思います。まずはじめはじゃあこれ、お魚系からいきましょう。お魚は絶対美味しいんだよね。で、今回はちょっと水気とかを取る道具がないのでそのままいこう。食材に合わせてね、昆布を多分カットすればいいんですけど、初めてだから分からん。まずはとりあえずお皿に昆布を敷き詰めましょういいんかな、ちょっと布巾とかキッチンペーパーないんですけど、今回はですね、お酒で昆布をちょっとだけ拭きたいと思います。本当はね、本当は多分布巾とかで多分拭けばいいんやけど、じゃあこうやってちょっといい感じじゃない？あ、すげえいいです。あ、でももうすでに柔らかくなってるし。で、はい、まずは普通にお刺身いきましょうね。タイと、これは？はい、ブリ。はい、サーモンでーす。で、一緒にこれもやっちゃいましょう。ベニズワイガニの足。はーい。よし。蓋して、こっち側に違う具材いこうか。肉とこれ、ベーコン。肉系いきましょう。肉も美味しくなるんかな。美味しそうだよ。チーズいきましょうか。クリームチーズ。はい。第1弾。きっと美味しいであろう。具材たち。これは美味しいよ。これ締めるときも上から同じように静止で、まず1個目完成。じゃあ続いて野菜系いきましょうね。野菜の分類じゃないけどね、アボカドはね。アスパラと人参とアボカド。人参は軽くレンジでチンしました。野菜、果物、こんにゃく部門、なんかいけそうな気するけど、こんにゃくどうかな。これ全部美味しかったらすごくない？さあ、そんなことは言ってられない。次の分類いきましょう。まずクラッカー、どちらかというと挟む側だからね。はい、グミ、またこのハリボーグミっていうさ、なんていう、あの硬い系のグミ選ぶとこらへんね。食べ物粗末にしちゃダメだよ、マリコさん。ちゃんと全部食べてね残りは私が美味しくいただきます。大好きだな、ハリボーグミ大好き。さて、どうなると思いますか、チョコレート。一応待っておいとこうか。三角形、めっちゃいい感じじゃないはーい、一応あのお菓子を食べて、マリオさんがうーってなった時のための口直しをOK、 いい感じです。これで一晩冷蔵庫で寝かせてみたいと思います。ということで、昨日作っていただいた昆布締めができました。イエーイ、早く早く、魚これだと思う。あ、そうなんだ、魚からまず食べようよ。そうだね、何これ、うまそう、何それ。あ、リンゴだ、リンゴ。あ、これ、ここ野菜、野菜ゾーンか。これまず、美味しいの食おう。全部美味しいくなるじゃないの。全部美味しい、全部美味しいからな。おーい、めくらせていただきます。あ、ベーコンか。ベーコン。あ、
しかもこういう感じで入れたんだ。あー、うまそう。もうそのまま食べても美味しいやつだから、ね、あー、マジうまそう。いやー、刺身マジでうまそう。これ何？チーズ？チーズ。あ、チーズ？キリーチーズ。え、キリーチーズこんなフェスちゃんこんなんの？あー、でもうまそうだな。これはうまそう。いや、これは当たりですよ、もう。しかも刺身 1個ずつやったんや。美味しそうなの少ないってどういうこと？いただきます。いただきます。どれからいきます？カニ食っていいですか？いや、私もカニいきます。いただきます。いただきます。うぃー。あー、もうすげえ。ミラクルいいね。あー、うまっ。うまっ。あー、うまい。美味しくなった。あ、でもむずいね。これでもカニの風味ちょっと殺してって感じだね、うん、それを考慮してもうまい。うまいね。いや、めっちゃうまい。うまい。あー、うまいね。あー、美味しい。いや、これもうタイとか絶対うまいよ。ちょっとタイもらっていい？え、なんで？俺めっちゃタイ欲しい言うたらいいよ。じゃあブリ食べていい？いただきます。いただきます。ソーリー。おっ。あー、うまい。おいしい。あー、うまい。ミラクルいいね。それ千鳥のミラクルいいね。イエーイ。出ました、ミラクルいいね。醤油あったらもうちょっとアクセントつくかもしれないけど、ね、このままでも十分です。うまい、うまい、うまい。サーモンどうぞ。うまいの分かった。うん、こんな感じ。ああ。あー、うまい。こんなうまそうに食べるさくらくん初めて見た。うまい。一番うまい。ここで食べたら。次チーズいきますか。ちょっと茶色くなってますね。うん、これチーズ燻製されたみたいな感じやね。そう、うまい。うまいわ。私魚よりこっちの方が好き。マジで、うん、いや、でも濃い、濃いね。濃い、濃い、うん、あー、美味しい。いや、もうこれ絶対うまいやん、カモも。ちょっと熱いから染み込んでないか。これはこれでまた。そもそもうまい。え、染み込んでるこれ。これはあんま染み込んでない。これあんま昆布の感じ来ない、ね。うん、来ないね。表面。最初からうまい、うん。最初からうまいやつや。なんかスモーク感が増すんかな。なんか旨味が出てる感じ。熟成された感じ。うん、あ、そう、うん。本当にレストランで出てくるような感じになってるやん。高級感。あ、出てる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 。いただきまーす。いただきます。わからん。変わってない味。ベーコンの塩味が強すぎてわかんない。わかんないですね。ベーコンそのまんまやな。うん。終了。終了。全部うまい。じゃあいきますか、次。え？これ開けていいですか？野菜いってみるか。野菜じゃねえ。リンゴ出てきた。さださん。さださん何してんの？ちょっと。何これ？え？え？アボカドだ。アボカドか。なんか腐ったのかと思った。アボカドです。腐ってると思ったらアボカドでした。人参とアスパラはね、こんにゃくは聞いたことない。リンゴ。あ、2個用意してくれてたんですね。人参とかいいんじゃない？あ、いいですね。あー、なんか漬物っぽい匂いする。うん、これ美味しい。うまい。お、めっちゃ、めっちゃうまい。めっちゃうまいっすよね。うん。浅漬け昆布入ってますよね、うん。よく考えたら。美味しくなった率で言ったらこれが一番。すごい。そのまま食えるね、これ。うん。え、ほんと醤油とか塩つけなくても、うまい。うまい。信じられへん。本来の甘みというか。甘みが増してるね。アスパラ。アスパラいってみましょう。はい、あ、美味しいよ。うん。ちょっとたくあんっぽくなってる。なってる。こんなアスパラ食べたことないけど、美味しい、うん。高級な店に出てきそうなアスパラ。うん、京都とかで出てくる。出てくるよね、うん、そう。一工夫された。そう。野菜だ、これは。昆布に挟むだけでこんなに美味しくなっちゃうの。すごいっすね。こんな変わります？アボカドかな。アボカド行く。どう挟んだん、サダさん。でもなんか変色してない、これ。大丈夫なの？大丈夫？イートイン。あ、美味しい。あり。なんか、このおばあちゃん感が出る。口の中入れた瞬間、うん、一瞬だけメロンの味した。そうやって。メロンの青臭さってわかる？あ、あ、わかるかも。あ、そう言われたらそうや。レストランで出てきそうな味なんだけど。出てきそうな感じするね。食べたことがない。美味しいけど、なんだこれ。これ初だわ。この味は初。こんにゃくや、こんにゃく。いただきまーす。いただきまーす。昆布感はしないけど、でもなんか、ちょっとうまくなってるよね。うん、そのまま食べれる。うん。何もつけなくても。ただ少し美味しくなってる。美味しくなってる、美味しくなってる。さあ、リンゴいってみますか。いきますか。うわ、しなしなになってる。あー、こんな昆布染み込んどるリンゴ。でも美味しくないこれ。うまい。めっちゃうまい。なんだこれは、スナックにしたらうまいかも。こういう、リンゴチップスみたいな。昆布の旨味と塩気がリンゴの甘さを引き立ててて、うん、たまらん味やね、これ。前菜とかで出てきそう。あ、出てきそう。
デザートではない。高級レストランであってもさ、あ、うまってなるよね。野菜舐めてたな。うまい。全部うまい。うまい。あ、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。全部うまかった、やっぱり。いやでもこんだけうまかったら絶対期待できるよ、次も。え、リンゴなんか絶対まずいと思ってた。確かに確かに。じゃあ行きますか、メインディッシュ。ほい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 。なんだこれは。陶器か？え、なにこれ、うまそう。なんで？めっちゃうまいのある。こんなところに。クラッカーうまそうじゃない？これなんか、ソルティークラッカーって言ってたよ。クラッカーいっていいっすか？絶対うまいと思うよ。染み込んでないな。ねえ、そんな気あ、でも香りめっちゃする。どれ？染み込んでないな。染み込んでない。ただのクラッカー。水分ちょっとないと染み込まんね。うん、そういうことだね。グミからいこうか。グミいきましょう。なんか綺麗に並べたな。昆布グミ。昆布グミいただきます。グミがね、硬くなってる。冷蔵庫で硬くなってる、うん。染み込んでないね。うん、ダメだね。うん、うまい。普通に美味しい。普通に美味しいグミや。グミは二日寝かせんとダメかな。チョコいっか。チョコいっか。なあ、染み込んでないな。もうカチカチやん。まあ、だってさ、形跡跡もないしさ、普通昆布締めしたとこ、昆布のエキスが出てる感。あるよね。あるんやけど、このチョコのとこもう、乾燥ただの昆布やん。もう匂いもチョコだ。すげえ。チョコ強いな。味も完全にチョコ。誰にも止まらないチョコ。昆布とも一緒に食わないとダメや。うまいわ。チョコ。チョコ美味しい。昆布関係なかった、ここ。うん。最後、口直しにさ、魚残ってるけどさ、うん、チョコなんかきついな。結局、うん、全部うまかったじゃないですか。うまかった。証明された。そうだね。うまかった、別に。うまかった。うまかった。うまいものはうまい。うまい。うん、そう。うまいものはうまい。まずくならない。まずくならない。いや、この企画、どっかで倒れるかなって思ったけど、当たり企画や。当たりや。一番うまかったもん。この家で食べた中で。本当に。ってことで、昆布締めしたやつは、全部、美味しいということが証明されました。美味しい。ぜひ皆さんもやってみてください。